さて、次の曲もセレクト楽曲となっておりますので、マイクを託したいと思います。あ、始まります。あ、じゃあはい、こちら、チューバビーフラットその2を担当しております。じゃあ、サリーと申します。よろしくお願いします。プログラムにもある通り、次にお送りするのはアンダーザシーという曲です。これはあのディズニーの、リトルマーメイドの一曲となっております。これかなり有名な曲でして、まあ、皆さんなんかあの曲の来歴とかちょっとあの解説しているようなので、ちょっとだけお話ししますと、海の中にあの暮らしている人魚姫の人が魚が沈没放置した、なんか船からなんか王子っぽい人を助けたみたいなんですよ。それであのその人に恋しちゃって、あのオラス海の陸の上行くらって言ったら、あのお目付け役のカニがおりまして、そのカニが、まあ、人間の世界はひでえところだよ、海が一番だよみたいなことを、なんか陽気なリズムとともに歌い上げるんですが、それがこの曲です。はい、この曲は、数年前、5、6年前ですかね、の定期演奏会でも取り上げておりまして、その時も自分が4番で吹いておりました。で、その時あのこのラテンミュージックのリズムがよくうまく取れなくて、かなり苦戦をして、まあ、あの一時期このアンダーザシーの動画ばっかり見て、なんか 歌って踊る魚がトラウマになったりとかしたんですけれども、それで今回なんかセレクト楽曲ということでまたこの曲を選びました。まあ、この、 リトルマーメイド自体が最近実写化されたのをご存知ですかね。はい、実写化されたのがあって、まあ、タイムリーだなっていうのと、なんか昔はあのトラウマしかなかった曲なので、今回楽しく聴けるかなと思っておりましたが、トラウマが強化されました。今回あこれから吹くのは、一生懸命吹きますので、皆様よろしくお願いします。
賑やかでとても感動したのが印象的です。しかし楽しい曲とは裏腹に、その内容は地上に憧れる魚人アリエルに対し海の世界での引きこもりを進めるロブスターセバスチャン、そのギャップにまた心を奪われてしまいました。実写版の映画も上映中ということで話題の楽曲をお届けしました。